ちょっと僕の中でちょっと新メンバーをね、経験者ですか、ゴルフ、いやいや未経、本当の初心者、全く未経験者、全く研修生は色がないよっていう。あーなるほど、そう色がないってことで、ホワイト、お願いします。普段何やってんの、ホワイト。普段はダンスの先生やったり、ちょっと地下アイドルとか。地下アイドルもやってんだ。おー、年間ホワイト初心者の女の子が、はいはい、半年で、はい、100キレの子は企画、おい甘やかさないから、うん、だからもう泣いちゃうかもしれない。でもド M だからグリーンの目標どうしようか。いやじゃあ 85 切り、じゃあ85切り、85切りで持ち切り先生。おいどうもすいません、どうもやっちゃいますか、もういややっちゃうしかないです。可能性はあります。ある、あります、うん、全然考え方さえ変えてくれれば可能性はかなりある。いいね、大丈夫ですか。めっちゃ頑張ります。めっちゃ頑張ろうね。悔しかったら泣いちゃってもいいんだからね。はい大丈夫、楽しく教えるから俺が泣いちゃうかもしれない。じゃあ握り方からいきますか。握り方からやっちゃいます。してますか。あ、で、これね、グローブね、あの両手グローブ OK なんだけど、はい、その日焼けしたくない女子とか、まあ、あとは手怪我したくない人とか、あの外科医さんとか両手するんだよ、うん、とか、あと、あ、まあとりあえず手汚したくない人、あんまり、うん、私なんかささくりやばいんだけど、手をね保護したい人とかは両手をやった方が全然。先生はグローブしないから。私しないの、もう子供の時からしてないから気持ち悪くて、してない方がやりやすい。そうできないの、あの距離感が合わなくなっちゃったりとか、すげえダフったりとかするから。慣れるんだったらもう最初からしろってことですよね。うん、しちゃった方がいい、やるんだったら。うん、つけた方がいい。両方派ね、両方派、うん、まあ買ったやつがね、両方だからね、うん、両方で買った、両方、まあね、両方つけてね、慣れればいいね、まあ、ランニングコストはかかるけどね。じゃあちょっとレディースクラブで、まあ、メンズクラブで一緒にやりましょう、はい、8番ね、8番、これ9番ね、グリップからやっていきます。グリップの握り方からです。握り方ですね、まずはこの一番下の線、一番下の線、この一番下線あるよね、バーってこの一番下の線がまっすぐ、まっすぐっていうのはここね、ここの線、ここじゃない、こことかじゃないよ。しかもここじゃないからね。あ、じゃなくて、ね、ここ、ここの線、ここの線がまっすぐ、まっすぐっていうのはここまっすぐの線あるよね、とかグリーンだったらここかな、ここの線にまず合わせてもらって、ここホワイト、ここ OK で合わせて OK、 そうだ、この線とこの下の線がまっすぐになるように、平行になるように合わせてください、はい、OK、 それがあの自分に対して真横、まあ、だからイコールまっすぐだよね、飛んでいく、形です。なるほど、だからこれがこういう風にあの開いちゃう、これ開くっていう風に言うんだけど、開いちゃったりすると右飛んでっちゃうよね、あっち飛んでっちゃうよね、そうで、こっちにするとどっち飛んでくると思う、あっち、ピンポン、そっち、さすがピンポン、頭いいそれがわかる。まあで、そこがまっすぐになるので、だから当たった時にそういう風にしないでねってこと、さっき言ったような形にしないようにしましょう。そう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 、そういうこと、そういうこと。じゃあ次にグリップ、はい、はい、で、左手、まず左手から人差し指の付け根から斜めに横から当てていきます。人差し指の付け根、そう、人差し指の付け根から横、横に、そう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 、から横から当てていきます。横、そう、ピンポーン、横から当てます、そうです、 OK。 で、そしたら次に右手、右手も同じように人差し指の付け根から斜めに横から当てていきます。横から、そうだ、で、その人差し指の付け根、人差し指の付け根から斜めに横から、こういう風に、なるほど、当てていきます、はい、こうだね、はい、OK、 そうだ、で、女子は基本的にベースボールグリップって言って親指だけ握るような感じ、親指、あ、ここ、あ、そう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 、で、親指だけだから、あとの他のはグリップ握ってる感じ、グリップっつってこの黒いやつ、黒い、そう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 、あ、そう、ピンポン合ってる、まあ、最近10フィンガーとか言うね、こっちね、うん、そう、それがあの一番初心者にとってはあの一番こっち、テンフィンガーの方がクラブが扱いやすい、あ、そうなんだ、です、はい、最初からなんかオーバーラッピングとかにしちゃうとクラブのヘッドが動かなくなっちゃうんですよ、逆に、だからクラブが使いにくくなっちゃうので
必ず右手だけは横から当ててください。右手だけは合ってますか？合ってる。なんだけどその右手は下からこういう風に握っちゃったりとか、上からこういう風に握っちゃったりとか、そう、それ絶対やめてね。必ず横から。そう、この向き、これフェイスって言って顔フェイスって言うんですけど、このフェイスの向きと右手の手のひらの向きっていうのは同じであってください。はい、そうすれば右手の手のひらが上向けば右飛ぶし、下向けば左飛ぶから。右手の手のひらが下向けば下向けば、あ、そういうことか、こっちに行っちゃう。そう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 、で上向けばこっち行っちゃうね。あ、ほんとだ、ピンポーン。あー、そうだったね。それでコントロールしちゃう。そうです。そう、だから右手の手のひらだけが重要。そう、左手はどうでもいいよ。下から上からでも何でも握りやすい方で。はい、オッケー。この指2本っていうのはこういう風に握っちゃうとこっちにも行っちゃうし、こっちにもブレちゃう、ブレやすくなっちゃうから、まあ不安定ってことね。なんで安定感を求めるために親指、2本の親指っていうのを乗っけてもらって、ここでストッパーの役割を果たしているので、まあ安定感があるってことね。安定って言葉すごい何回も出てくると思うから、そんな安定させないといけないんだみたいな。あれだからね、俺もう何年もゴルフやってるけど、最近グリップの握り方直されたからね。そういう人もいるから、そういう人もいるから、それ安定しないでしょ。やっぱりなんか自分の握りやすさでやっちゃうと、どうしてもね、なんかミスショットってすごく起こりやすくなるから、まあ何でもね、こうしなきゃいけないよ、ああしなきゃいけないよって言ってることには全部意味があるね。なんで分かんなかったらいちいち聞いてください。なんでこうしなきゃいけないんですかみたいな。最初から慣れるのはね、すごい重要ですね。そうですよね、本当ですよね。いや、グリップ本当重要だからね。これ間違えちゃうとね。そうなのよ、一歩目失敗だからね。そう、ここから離せない。じゃあ次、アドレス、はい、アドレスって構え方です。構え方は、だいたい足肩幅ぐらい、そうだね、この辺がいいかな、肩幅くらいに開いてもらって OK。 そしたらお尻を上に、上体を前に倒します。お尻を上に、お尻を上に、上体を前に、前、膝は軽く曲げときます。 OK、 曲げとくんだけど、それ曲げすぎなのよ。そう、なんかね、こっからドスンってなっちゃうとお尻がこうやって落っこっちゃうから、じゃなくてお尻は上に上げるの。そう、だから膝を曲げる前にお尻を上に上げちゃった方がいい。そう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 、でピンってやってるとさ疲れるじゃん、この辺が。だから軽く曲げるの。そう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 、うん、それぐらい。いいね、OK、いいね、いいね、いいね。いいね。そうで胸は少し上げる。上げる。そうですそうですそうです。筋肉痛に。なるほどね、使わないからね。なるよ。ね、で、そうね、腰こういう風に反っちゃう女の子って結構多いから、私全然反れないんだけど、なんかやらない子いるじゃん、なんかこうやってなんか超セクシーなこう、こんな感じでさ、こう反ってもいるじゃん。やばい、それかもしれない。マジであれできないんだけど、すごい憧れてる。それね、腰が柔らかいとか硬いとかあるらしいんだけど、まあすごい硬いのね。なんだけど、その柔らかい子でお尻がこうやって上がりすぎちゃって反り腰って言うんだけど、そうなっちゃう子はちょっとゴルフやることに対してちょっと腰を悪くする可能性があるのね。なんで少しそういう子っていうのは猫背気味に構えてあげた方が、だから背中がまっすぐになるようにしてあげるといいです。はい、そうだね、それぐらいがちょうどいいかもしれない。うん、ちなみに手の位置なんだけど、ここの位置じゃなくってもうちょい左、このグリップエンドつってグリップの先っぽのことをグリップエンドって言うんだけど、グリップの終わりですね。ね、そこがおへそより、自分のおへそよりも左側を向くように。そうですそうですそうです。まあ大体目安としては、左足内ももの正面みたいな、左足内ももの正面、うん、そう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 、だからちょっと左って感じ。こっちもここは真ん中、そう、ここは真ん中なの。ここは真ん中なんだけど、手の位置がちょっと左なの、うん、そう。 OK、 はい、グリモッケミレカそしたら、手の今度はこの間なんだけど、まあ、左肩の真下ぐらいに、左肩の真下ぐらいに手があれば OK だから、まあ、極端に言うとダランってした状態で握ってあげるといいかなっていう感じ、うん、もうちょっとこれ違う、あ、今ね、ここの話、あ、ここの話、いやだ、これ手離したら大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、何回もやるから手離したら終わる。
ってやってますね。その気持ちは分かる。ずっと握ってたいよね。そしたらね、黒も変えられないから。そうです。何もできないことがある。だから、で何回も握りを作ることによってね、覚えるからね。そうそう。ここから、ダランってしたところ。ダラン、前傾姿勢とって。そう、構えて、そこからダランってしたところで握るっていうのが一番、肌の下に来るよね。そう、ダランってして、こっちの腕、ダランってして立っちゃったら引き返す立っちゃったらこうなっちゃうここで握ることになっちゃうじゃん腕をダランってしたところで握ってあげるこっちもそう前傾姿勢をまず取ってもらってダランってしたら手が前に行くでしょこの辺そう、その辺で、こっちもここで持つそういうことそうすれば肩の下に必ず来るからそう、肩の下があんまりよくわかんない人でって感じかな。うん、そう、わかった。はい、オッケー。あとなんか気になることある？なんかすごいヘッピーな格好してる。そんなことないんだ、うん、自分ではね、そう思うけどね、うん、なんか大丈夫みたいな大丈夫意外とね、普通、むしろできる方だもん。いや、めっちゃ力入ってるでしょ。ピクピクしてるもんね、ここら辺がね。ちなみにそう、グリップはあのギュッて握らないで、ギュッて握るとね、もうこういう風にしか触れなくなっちゃうからじゃなくて、すごく楽に握ってください。はい、慣れるまではすごい大変かもしれないけどね、そう、あの一番手に力が入っていけないところなので、一番楽にハッつってハッつって普通に握る。だからクラブをとりあえず持ち上げるだけの力があればいいです。そうだ、横からそうだ、で力抜く。背中の抜け方が全部抜けてる、この人疲れたみたいな。でクラブがすっ飛ばなければ大丈夫。そう、そんなぐらいが一番いいよね。ゆらゆらできるぐらい、こういう風にできるぐらいの握り方で、はい、グリップ力はね、 OK。 じゃあ頑張ってみよう。やだ、これ手離したら大丈夫。